今回は5月末のカード追加で登場したノーマル熊谷直実を紹介するよ。計略は四季5で単体に武力ダメージを与える。縦長範囲で最も武力の低い敵を対象にする。武力2まで倒せるから静かの剣などのない計略のネタにもなるよ。固定値も高く自身より武力の高い敵にも安定して3割以上入るから使える場面は多く、2コス武力8気合持ちというスペック採用できるカードが持つ計略として優秀すぎる性能。根性役になることも少ないから知力1の組まで無敵パワー感じる1枚。ぬわぎゃうだ前期が教えてやるよ。流派発動一の型流派発動二の型死ね。ちょっと痛いじゃない。くれ馬がごとき一撃くらえ。これがわし。こんな感じで高い固定値があるから相手の超絶強化に対しても半分ちょい削ればワンパンできるよ。敵の城には誰もおらんくなったからあとは全員で張り付いてねえね。舐められたままでは終われない。徹底的にやる。外周一色わしおだしの鎧をまといて今回は2試合やるよ。なおざねなり。撃て！貴様、名を名乗る。ぶったりゃ！突進！
撃て。遅い。ぶったりゃ。切られる時が来たか。ぬわぎゃ。突進。悲しき者よ。撃て。お立ち立て。撃て。流派発動。一の型。流派発動。一の型。報復の時。敵陣はどっちだ。先陣は拙者じゃ。無双の剛力であなたを支えてみせる。撃て。撃て。いざ出陣。撃て。このデッキは粒力が高くて守りがやりやすいから使いやすかったよ。効果時間の長い侍の号令と回復の混戦たる号令も組み合わせが強くて、とっさに使える計略と準備する計略があってバランスよくデッキパワーが高いからおすすめ。主に侍敵を斬る。霧の速さについてこられるか。私の亡霊を聞いてくれ。聞けったら聞け。遅い。捨てもろ。卑怯にも敵に後ろを見せるか。くそ。この箱に。殿のおそばに。ぬわぎゃ。さあ、グズグズしてないで出発するぞ。兄上に疑われた。ご視聴ありがとうございました。